北海道を遺体文字は1886年頃に北海道で発見された文字、アイヌ文字、アイヌ文字とも呼ばれる。東京人類学会の会員であった少女平吉は北海道においてアイヌの民具などを収集していたが、その中には文字の記された古器物が存在していた。1886年9月6日の道の区新報と同月12日の 大宇日日新聞に、その一部である樹皮と帯が紹介され、江のも武明が千年ほど前に、絵祖が用いた文字であろうと鑑定している。また、同年12月の第25回、東京人類学会では、文字の記された古器物として、樹皮、六角紙面の石片、和紙、鞘袋が掃除により出品された。人類学者の坪井正五郎は、 翌1887年2月の東京人類学会報告第12号において、コロボックル北海道に住みしなるべしを発表し、自身のコロボックル説に基づき、掃除の収集した古器物に見られる異様の文字について、講述する手宮洞窟の彫刻や、おしょろ情を列石と同様に、コロボックルのものであるとした。また坪井は、同年8月の 東京人類学会雑誌第18号にて、北海道諸地方より出たる古器物城にある遺体文字を発表し、この遺体文字について、手宮洞窟の彫刻とは異なり、記号が規則的に並んでいることから文字であると断言して、差し支えないとした上で、ユーラシア大陸から渡来した人々によって用いられたものである可能性を示唆した。同年10月の 東京人類学会雑誌第20号では掃除自身により愛の及び北海道の古代文字が発表されている。その中で掃除は確証はないとしながらも古い時代に絵ゾが用いた文字ではないかとしている。翌1888年には国学者の大合愛直住によって日本古代文字校が表された。同書では北海道遺体文字について 日本語が通じず、漢字を用いない絵図によって用いられたものとしている。そして14の記号を組み合わせた50の文字とそれらの合字から成り立っているとしたが、読み方が伝わらないために解読はできないとする。また平田厚種の表した、神谷座日文伝付録疑似編に採録される、出雲石窟の文字や、人大実感、落合が実験したとされる。 吉見白百血の文字との関連を示唆している。以下に、北海道遺体文字の発見に関する年表を記す。1975年には、阿豪清彦によって、日本人大文字が表された。道書において、阿豪は、愛の文字について、口述の手宮古字と同型の文字であるとし、また、不合っぺ洞窟の彫刻との関連も示唆している。 また高橋義則が会長を務める日本探検協会では、北海道遺体文字を含む人大文字と超古代文明の関連を主張している。そして北海道遺体文字については、メソポタミアの古代文明であるシュメールやアッシリアとの関連を示唆している。また、フゴッペ洞窟の彫刻の一部について、北海道遺体文字を記したものと主張している。 2007年には、原田実によって、図節人大文字入門が表されている。同書では、アイヌ文字に関連して、以下のように述べている。あるいは、出雲の諸島石窟なるものも、テムヤやフゴッペと、同系統の洞窟壁画だったのではないだろうか。落合が指摘した出雲文字と、アイヌ文字の外見上の類似、そこには、古代の北海道と山陰地方の間での、 文化交流の存在が示唆されているとも言えよう。原田実、図説人大文字入門138ページより、古器物の名称及び解説は主に掃除による。手宮洞窟で発見された、祝え1866年に発見された、手宮洞窟の岩いを文字とする説もある。この彫刻は、小樽市にある、俗城門時代の遺跡であり、1921年には、 国の史跡に指定されている。1878年に、江本竹明や開拓史の代書機関、山内包雲、考古学者のジョン・ミルンによる調査が行われて、以降、広く知られるようになった。この、手宮の彫刻は古く、人大文字、アイヌ文字、アイヌ古代文字、奇形文字のように称されていたが、口述の中身の説が広まって、以降は主に、 古代文字と呼ばれるようになった。阿呂清彦は、手宮古字と称している。宮沢賢治の詩、熊とは、んの木の中には、手宮文字として登場するほか、鶴岡正義と東京ロマンチカの、小樽の人よや北原未来の、石狩番家、南春の、小樽町音頭といった、いわゆるご当地ソングにもそれぞれ、古代の文字、古代文字、手宮の文字として歌われている。 考古学者の鳥居隆三は1913年10月の歴史地理第22巻第4号に北海道テミヤの彫刻文字についてを投稿している。この中で鳥居はテミヤの彫刻は特決文字であると主張し、マッカツの用いたツングース系の言語を記したものである可能性を示唆している。さらに言語学者の中目覚ましは、 1918年2月の証拠第71号に我が国に保存せられたる古代のみその文字を投稿しテミアの古代文字を解読したと主張している中目はこの彫刻を特決文字とする鳥居の説を指示し末っの言語で我は部下を引きお褒美を渡り戦いこのホラー穴に入りたりと解読したまた同月の 小樽新聞において、中目は、日本初期に見える安倍平夫と戦った祝神とは、マッカツ人のことであり、この戦いによって死亡した、マッカツ人の族長を埋葬したのが、テミア洞窟の遺跡であると主張している。一方、郷土史研究家の浅枝田文博は、1944年に、小樽古代文字を表し、テミアの彫刻を古代中国の漢字とする説を唱えた。浅田は、 この彫刻を約3000年前に古代中国の王朝である州の人々によって記されたものとしている。その内容については、州から遠征のために派遣された戦乱がこの地を訪れたが、そこで戦乱の指導者である帝が死亡したため葬り、その後重大な返事が発生したため地祭りの儀式を取り行った旨を記したものであると解読している。さらに浅枝は、 古代中国の王朝であるインや州から派遣された船が牧船に用いる鹿の角を求めてしばしば北海道を訪れたと主張している。なお浅枝において同型の文字とされたものが他に3点存在する。浅枝はいずれも死者のために行った祭事を古代の漢字で記したものとしている。また、人代文字の研究者である相馬達夫は 1978年に、解読日本古代文字を表し独自の説を唱えている。相馬は、テミヤの彫刻について、くだらけ民族によって、北陸地方を追われた勢力に属する、人々の記した文字であり、その内容を訳すと以下のようになると主張している。なお、うのけ、のと、加が、かしま、おうのや、野白衣和島はい、はいずれも現在の石川県にあたる地域の、 地名である。敵を撃て。洞窟に入ったのは根拠地とするためである。武力を蓄えよ。我らの神は必ずや敵を撃ち殺してくれるぞ。相馬達を解読日本古代文字21ページより撃て。あのうの家、のとつと加賀の鹿島王子、加賀の野家と加賀。石書要所を潰し分断せよ。占領されている敵加賀好き 畜生奴らが占領している白衣は島に繋がるよき、地にたむろする、奴等を射抜け、焼き打ちにせよ。海に突き出た、のと、なんとも素晴らしいが等が、故郷輝屋のうのけやや、賀、相馬達夫、解読日本古代文字22ページより1927年10月、与一町のふごっぺにおいて岩面彫刻が発見された、小樽高等商業学校の教授である、 西田正造は、この彫刻について、テミア古代文字に対し、フゴスペ古代文字という語を用い、津島文字や突血文字との関連を示唆している。しかしアイヌ人の民族研究者である伊勢北斗は、フゴッペの奇形文字には、テミア洞窟の彫刻と異なり古化の痕跡が見られないことから、広代の偽作である可能性を示唆している。相馬達夫は、 この彫刻について、テミアのものと同様に、北陸地方を追われた勢力に属する人々が記した文字であるとし、海を渡り、鈴を進むよ。敵を撃て、畜生どもをぶち殺せの意であると主張している。1950年には、同じ良い地町において、フゴっぺ洞窟の祝いが発見された。こちらは、 テミア洞窟のものと同じく俗城門時代の遺跡であることが確認されており、1953年には国の史跡に指定されている。この彫刻についてもテミアのものに倣って古代文字と呼ばれることがある。相馬達夫はこの彫刻についても北陸地方を追われた勢力に属する人々が記した文字としている。相馬による訳の一部を以下に挙げる。 敵に奪われている、豊かな地、うぎ、かが、その敵を撃て、撃って、撃って、撃ちまくれ、縄文、倉門、撃ち破り、次から、次と、徹底的に撃ち果たせ、相馬達夫、解読日本古代文字四十ページよりかが、のや、神を撃ち抜い、畜生どもを倒せ、鈴釈の地、加納の東海岸地を撃て、白衣、 和島、能登の西海岸とを結ぶ大乳交代を打ち抜け、神様。ここに誓い合うは、うの家ととぎの者たちであります。我らが、王は、鈴に追わす、相馬達夫、解読日本古代文字42から43ページより、一方で、高橋義則が会長を務める日本、探検協会では、不ごっぺ洞窟の北壁にある彫刻について、北海道遺体文字で、イーシ 川魚破吉と読み、イーシシラキョ、カワウオは北の意であると主張している。アイヌ社会には、文字に変わる記録手段として、欠場や木の棒に刻み目をつける方法が存在した。伊勢北斗によると、後者をアイヌ語で、突破しろしという。アイヌ語の突破、または、特破は、刻むの意であり、ろしは、陰の意である。アイヌの欠場と突破しろしについては、 1739年に、坂倉玄二郎が表した、北海随筆や、1808年に、最上徳内が表した、都党筆記において言及されている。文字なしといえども、物事に記憶するは縄を結びおけあるいは秋に国を、淵知深刻とす。何年過ぎてもこの心かくはするのことなし。商船へぞちへ至りて、感情入りごとあれば、かの結びたる縄と、 濃くある木とを取り出して、去年のことをも真に弁ずるは、欠場ぬいなるべし。坂倉源次郎、北海随筆より、和人、三胆、愚この家人などの交易のことに至りては、葛釈あり。処刑ということあらねば心気するに過ぎず、久し、式に至ることは縄を勇気に濃く。縄を、欠府は例えば生に一万二一などいう心を覚え、ありて結び、木に、濃くは、 各家電ありて刻む。ただし、文字のごとく通用の訂正とてはなけれども、おのがままに作ることにてはなく、旧記ならは死、呪譜物なり。もがみ特内、都党筆記より古くは同様の記録手段が、日本列島全域で用いられていた。中国の聖書である、随所は国伝に、文字なし。ただ木を刻み縄を結ぶのみとあるほか、日本の史料においても、 大江正房が表した、箱崎宮記に、欠条の生という語が用いられており、また一条金吉が表した、日本書紀参書など、中世の文献にも、漢字が伝来する以前は、欠条や木を刻む方法が取られていたとする記述が、見られる。阿号におけるカタカナ表記。漢字表記としては、エビスヤツアザあるいは、エビスヤツ文字を用いている。また、アイヌコジア、 えぞことも称している。坪井正五郎北海道諸地方より出たる古器仏城にある、遺体文字では単に、遺体文字と称している。落合直澄日本古代文字校では、恵比寿やつあざないしは、えぞあざ。または、北海道遺体文字という語を用いており、この記事では、校舎の名称を採用している。なお原田では、アイヌ文字に関する文献として、坪井正五郎 重ねて、アイヌ器具カイズカドキ修繕法の符号は、カイズカドキのアイヌの名物たるを明かしする力なきことを、のぶ、東京人類学会雑誌1890年5巻54号、P368 から371、ドイ10.1537、汗1887.5、368に、掲載されるを挙げているものの、そこに、 北海道遺体文字に関する記述は確認できない。ただし落合は、この出雲の諸島石窟に記された文字とされるものについて、出雲に諸島という名称の島は確認できないため、実は出雲ではなく道の区のあたりに伝えられたものではないかと、している。ただし落合は、この記号を実感とするのは、後世の人間による不快であるとしている。落合は、 松山百血古事と称している。AB 屋号118ページでは、金霊をもって、愛の文字を書きつけているとしているが、掃除では、文字は朱色に類似や月色としている。なお、石場藤彦や金大地京介は、明治初期に白柳継雲の部下によって捏造されたものと、する説を唱えたが、後の研究によって否定されている。同月の、小樽新聞では、我、は、 部下を引き大会を渡り、頭皮このホラー穴に入りたり、という表記になっている。1926年12月19日の、小樽新聞において、威勢が用いている名称。落合の表にある字を用いて解読している。ただし、原田と同様に、落合の表にはない発音を付している。久保寺によると、刻み目をつける、コツコツ刻む、ついばむのい。 日本庶民生活資料修正の本国分にはない、当店を補っている。日本庶民生活資料修正の本国分にはない、濁点を補っている。ありがとうございます。